はい、ということで、多分もう過去一でもうバタバタしすぎてて、ちょっと、エンディングじゃなくてなんだっけ、最初のオープニングとか、あとそのビデオパーティーの準備の時の、その Vlog 的な動画とかも撮れなくて、ちょっと忙しすぎて。なんだけど、まあ、過去一だよね。過去一だね。過去一、多分盛り上がったと思うし、ビーバーのみんなもね、多分今回130人ぐらい、来ていただいて、8歳の方もいれば、高校生の方、大人の方もたくさんいて、女性も男性も、大体同じ割合ぐらい、女性の方がちょっと多かったかなって感じだけど。で、自分が今回新しい、こととしては、まあ、ジャスティンの曲を流すっていうのは、いつもやってることなんだけど、そのジャスティンへのメッセージ、紙に書いてとか、あとフォトブースを初めて作ったんだけど、みんなそこで使ってくれたし、写真撮ってくれたから、本当に、もう、なんだろう、後悔がないというか、後悔があるとしたら、ね、もうちょっとね、スムーズにいけたらなって感じだったけど、ちょっと予想以上に、人数集まって、まあ、大変嬉しいんだけど、ちょっとそこら辺をもうちょっと改善できればなと。思ってます。で、まあ一番目標としていた、ライアンをそのビデオパーティーに呼ぶっていうことは、残念ながらできなくて。けど、まあなんだろうな、そのビデオパーティーの存在はちゃんと直接話せたし、あと、招待状とかもマップとかも一応送ったんだけど、まあ、今日ポップアップの初日でめっちゃバタバタしてて、で、自分もポップアップ行ったんですよ、実は。10時ぐらいに。その時にはもう100人ぐらいいて、一組出るのに20分30分かかるみたいなので、でライアンとかも多分めっちゃバタバタしてたと思うから、まあ多分忙しいっていうのもあるしっていうので多分来れなかったと思うんだけど、だけど今回のビデオパーティーはライアンとかも知ってるし、みんなも多分メンションしてくれてると思うから、まあライアンだけじゃなくてね、そのジャスティンとかそういうジャスティンのチームに届ければいいかなと思ってます。プレゼント企画、そのイベントに来てくださった方限定にはなってしまうんだけど、今回トリューハウスのポップアップで買った T シャツ、まだちょっとその種類はちょっとまだ決めてないんだけど、そのどちらかの T シャツを、イベント来てくださった方限定プラス、クラブアンダーバーシークレットハウスっていうインスタグラムのアカウントを、フォロー、あとは JB アンダーバー NOOAH のフォローが、おそらく必須になると思います。まだちょっと詳細は決まってはないんだけど、おそらくそんな感じで、あとそのイベントの写真とかをメンションしてもらって、ストーリーとかに投稿していただくだけで、応募完了みたいな感じにしようかなと思います。だから簡単にできると思うんで、皆さん、ぜひ参加してください。今日のイベントでかなり、その次回のイベントありますかとか、次回もビデオパーティーありますかみたいな質問が多かったんですけど、ちょっと一応考えてるのは、次回はちょっとビデオパーティーっていう形ではなくて、洋楽っていうくくり、まあ、ジャスティンも流れるし、アリアナとかビリーとかいろんなアーティストを流す洋楽のパーティーをやる予定です。それが、会場が取れれば12月のちょっとまだ決まってはいないんだけど、23日金曜の夜とか、24と25はちょっと皆さん忙しいと思うし、ちょっと俺も忙しいからね。ね。そうね。忙しいよね。忙しいと思うから、ちょっと、まあ20、そうね。忙しいよね。だからまあ23日ぐらいに、もしできたら金曜の夜とか、できたらね、またいいかな。その時は、まあ、会場はまた渋谷とか六本木とかになると思うんですけど、また来れる方はぜひ来てください。なんかコスプレとかねして楽しめるイベントにしようかなと思います。一応23日仮で行ってちょっと開けといてください。マジでお願いします。今回のイベントでちょっと思ったことというか、もう感動したことというか、なんか皆さんのこのクラブのイメージってなんかすっごいちょっとね、お酒飲んで、ちょっと怖いようなイメージ、クラブってそういうイメージがあると思うんだけど、皆さん体感した通り、もう本当に、ファンが集まるイベントだから、
本当に楽しいし、もう友達とかめっちゃできたし、自分も一人で来られた方も一緒に楽しめることもできたと思うし、まだ迷っている人とかいたと思うんだけど、今回は行かないって人がもいたと思うんだけど、本当に楽しいイベントだし、もう自分で言うぐらいだからかなり自信があるので、今後もね、ビデオパーティーだけではなく、これ自分が主催したら叩かれるかもしれないけど、ジャスティン以外の例えば、まあ、ワンダイレクションとかアリアナとか、もしそういう企画もやってくださいっていうリクエストが多ければ、自分が企画を立てて、自分はジャスティンしか詳しくないから、正直アリアナとかワンダイレクションとか曲は知ってるけどね、けどわかんないから、そのセットリストとかはそのファンの方に作ってもらったりとか協力してもらったりとかっていうので、皆さんでそれ作り上げていくイベントにしていこうかなと思ってます。キューポップは流れないですか？ポップは歩くない？クラブで。いや、あるよ。あるよね。あるある。それで満足いってんじゃないかな、みんな。K-POP ファン集めんのきついな、ちょっと。系統が違いすぎるよね。俺はファンですよ。まあ、やりたいけどね。ちょっと K-POP 満ちすぎて。はい、ということで、今回は、ビリーバーパーティー来てくださった方、そして来れなかった方も応援してくださった方とか、ポップアップで写真撮ってくださった方とか、この一日はもう超幸せな一日になったし、もう一生忘れることないから、この一生忘れることがない日をもうどんどん作っていきたいなと思ってます。なので、また次回のイベントとかね、あと全然インスタの DM とか気軽にお話かけてください。はい。忙しくなければすぐに DM 返すのでお願いします。ということで、ちょっとね、来年ジャスティンのライブが、あると信じて、その時にね、また皆さんとビリバーで集まって、まあその前にもね、ビリバーパーティーとかやりたいと思ってるし、いろんなパーティーやりたいと思ってるんだけど、またその、ビリバーのみんなで集まるっていうのを、来年期待してるんで、よろしくお願いします。ということで、次の動画でお会いしましょう。